いいね。なんだと思う？当てるわ。井上梅干し食品株式会社だ。梅干し？終わり。終わらない。終わらない。終わらない。YouTube をご覧の皆さんよろしくどうぞ。おしろです。ドッキリですか？バーったら梅干しの男目みたいなやつ。キチ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 。違う。違います。開けましょう。またどうせネットで変なの見つけたんじゃないの、レイカ。ん？そっちですよ。私が言いたいの。これだ。いや違う。そっちの四角いでかい方の箱。何これ？お。なんと。うん。この梅干し、26歳なんですよ。この1個下。そう。1個下ぐらいの梅があると。そう。高かったんじゃないんですか、これもしかして。レイカさん、はい、水の上猿年の上、26年もの水量限定でございます。13,370円でございます。あ、そんなだね。でもそう、26年つけてたっていうから、もうそう200円ぐらいすんのかと思ったらね。だから自分じゃつけれないもんね、そんなのね。26年だよ。1万3000円で26年の手間を省けるんだったら、それはちょっとお買い得だもんね。すごいよね。いや、すごい商品でした。ありがとうございました。開けます。この中身でーす。梅は嫌いなんじゃー。取る。カメラマンいいですか。アペッ。26年ものの梅。はい。意外と見た目普通です。これですよ。うん。ちょっとなんかどうするんですか。じゃあ私の1個下の梅食べたいと思います。酸いのか甘いのか、しょっぱいのか、辛いのか、苦いのか。匂いは完全に梅です。同じ顔になっちゃうんだね。お菓子みたいな。嘘。あのお菓子の梅みたいな味するわ。甘い？甘くない。酸っぱい。おお。すげえなこれ。酸っぱいよね。うん。めちゃめちゃ酸っぱい。うん。普通の梅干しよりなんかすごいくるね。普通の梅干しが分かった。あ、ここにある。そうなると思って比較用に買ったの。いいのに比較用に買わなくても。いや大事かなと思って。同じところの、うん。これよく見たことあるんだ。ほら色が全然違う。そうそうそう、色がね薄いね、やっぱりこっちの方ね。うん、食べますね。こっちの方がうまいね。だからこっちの方がなんか梅感があるよ。でも、うん、うまいのはこっちだけど、食べれるのはこっちかもしれない。あ、ほんと？レイカ食べれるでしょ、これ一つ食べてる。全部一つ、全部一つ食べてる。やばい。すごい。わあ。一個丸ごと食べて。やだ。すごいわ。食べてみ。病気になる。マジで。うわー、すげえ。やだ。食べた。うん。食べたらおしまい。今日のパーティーのお小遣い増額する。うん、レイカも食べてる人一個。今一個食べたじゃん。俺とかレイカ食べてたから一個もないんですけど。どっちですか。レイカ。ちょっと大きい方くれる。いっせーので早く。
すごい酸っぱいね。うい、これどうやって食うの？お茶漬けにしたりとか。お茶漬けにしてみようよ、ちょっと。お茶漬けする？ちょっとしてみよう。いいの？さっさとご飯チンしてさ。ご飯でございます。こういうことね。うわ、酸っぱそう。あ、これはうめえわ。そう、うん、これうめえ。味がしっかりしてるわ。でも美味しいね。美味しい、美味しい。普通にこれで食うよりうまいよね、こっちの方が、うん、味がすごいね、一粒ですごい広まるよね。うん、訂正します。26年ものの梅干しはそのまま食べると酸っぱいが、お茶漬けにするとものすごく美味しい。数量限定ですので、皆さんも気になった方は、概要欄の方にリンクを載せておきますんで、そちらからなんとなく調べて買ってみてください。それではさようなら。贈答用にプレゼント用に、無料を買うって。私も最初ね、あの100年の梅を探してて、